はあ？なんでだ？デュアルショックコントロール入ってるけどな。あるんでしょ？あ、こっち2か。もう2さしたとは。おい。あ、いった。おい。せーの、ディズニー。ディズニー。せーの、スクエアソフト。あ、そっか、この時代まだ救えば。おー。ディズニーってのは、まず、それは、ディズニーの。わゲーム音でかっ。ー。今2回に？あ、なんか押しちゃった。ゲームを下げるか。こんなもんかな。どう、聞こえてますか。となると多分馬の音がちっちゃいな、これ。俺の声はちっちゃい？多分。そっちディスコードで調整できない？ああ、どうやんだっけ、これ。パソコンだと、俺の名前を右クリックして、ユーザーの音量ってとこをマックスで置ける。今喋ってみて。はーい。さっきよりはいいかあ、そう？な。なんか始めちゃった。なんか妙にゲームって言える。いや、行こう。ロードないの？大丈夫？大丈夫、大丈夫。はい。ってなわけで、せーの、おはようございまおはす。うまです。ようございます。ことです。ってなわけで、今回はこちら、キングダムキハングーツダム。を、私、今、初見実況していきたいと思います。で、初見実況するに関して、ディズニーとかの知識はあまりないんで、そサポート役として、迫田さんに来てもらいました。ディスコード時はね。迫 田さんはキングダムハーツ結構好きで、大好きで、今回サポート役をしてくれるということで、プレイは、今回は私どもがプレイ操作となります。楽しみです。楽しみ。いろいろね、ディズニーの解説とか、アドバイスいただきながらやってきたいと思うんで、よろしくお願いします。もう曲あやふやで。オンオフ。オンの方がいいかな、これ。オああ、お好みでどうぞ。ン。はい。うわぁ、キングダムハーツ何も知らないからさ。ディもうズニーの存キャラク分、ターが出てくることしか知らない。もう存分に楽しんでください。はい。ああ。はい、オープニングです。もう全然ね。喋んない方がいいよ、オープニングは。いや、喋ってもいいと思うよ。あ、オッケー。キングダムハーただツ。ヒカルの、ただヒカルの曲が入りますけど。マジで？著作権大丈夫かな、これ。では、わかん削除ない。されないかな。宇多田ヒわカルかさんんのない声な。だ。よくわからないんだ。もうわかんない、キングダムハーツのこと。この世界が、本当に、全部やってもわかんない。本物なのか。そんなの、考えたこともなかった。ボイス付きなんだ、いいね。この子の名前知ってるよ。当てるよ。おお、ソいいラ。よ。正解です。よし。スマブラにいなかったっけ？いました。まさかの参戦でね。だよね。はい、このおお。オープニングね。かっこいいです。最高だ。プレステ2なのに映像綺麗だな。めちゃくちゃ綺麗だよね。ね。ああ、普通に、歌声が。なんか重要な人物が。うまあ、そわぁ。れも、まあ、重要人物。波に乗り込まれそうで。あ、消えた。ああ。届かないと。ああ、流れてった。流し空。あ、知ってるこの曲。この曲知ってるわ、俺。でしょ？CM 流れちゃって。でもね、なんて言ってるかわかんないけど、聞いたことがあるわ。
この曲を聴くだけで涙腺がダメになって早いよ、いろいろなものが込み上げてきた。早いよ。え、ソラがもう一人、え、どういうこと、え、は、え、おお、なんだこれは、ハト、ハトポッポ、これが心の世界ってやつですね。へえ。宇多田ヒカルさんの光っていう曲で、深い時期なんだ。あ、アリスだっけ、白雪姫、白雪姫でございます。あ、え、動ける、動けなかった。で、ここからチュートリアルです。あ、はい。残された時間は少ない、僕はもう戻れないけど、急がないで、恐れないで。誰が喋ってんの。僕、フィアムと出されている、白雪姫、佐伯ですよな。ここまで来られるかい。誰あんた。あ、左足移動、そして足上げきます。メタル出します。こうか。こうか。なるほどね。あ。まあもう本当にチュートリアルですね。そうだね。おー、なんか出てきた。あ、ミッキーの木の中に眠る力。隠れミッキーじゃん。力は形になり。形で力を与える。やるんですよね。ちょっと待って。いわゆるここで、はい、どのステータスが上がるかみたいな、どのステータスが優先的に上がるかとか、あとレベルアップすると、うん、能力みたいなものが覚えるんですけど、これをどういう順番で覚えられるかっていうのがここで、なるほど。これは縦、まあ、防御かな。そう、縦。で、これが付けん、まあ、攻撃力だね。で、これが呪文魔法とかか。そうやっぱ攻撃かなー、最初は。おすすめとかあります。このゲーム魔法が超強いんで、じゃあ魔法にします。ただはい、ただですね、どうにしていいかな。え、本気で今悩んでます。坂田さんが悩んでんの。アクションゲーム苦手なんですよ、きっとくと。俺は。できれば、楽なやつがいいな。じゃあ、どうした方がいいか、これ。動き、動くためにしよう。ちなみに、それ今、選んで、説明ボタン、なんだ、説明みたいなの聞けるから、それ。あ、そうなんだ。へぇ。不思議な力。目には見えない強さ、魂さえ生きている人の思いなかった。こうやってるんですか。違う、それを行こう。ちょっと、ないな。さて、ほら、守り抜く力、仲間を助ける優しき強さ、すべて記述、臆病な盾。でかいな、臆病な盾ですか。違う。で、攻め込む力、誰の気ない勇気の強さ、他人を傷つける破壊の刃、フレーキの強い力、違う。ね、あ、でも、順当にやるのであれば、はい、杖を選んだ方が後々楽かもしれません。なるほど、じゃあ杖します。理由は後で話してください。はーい。破滅の杖。じゃあ、杖にします。そうした。そう、それが君の力。それじゃ君は、ストーミー何を差し出すの？え？は？差し出す？代わりに下げるってこと？そうで、え？さっきの、求める力うんぬんの話なんだけど。うん。
か、要はどのステータスを上げるか、まあそうだね、上げるか、うん、まあ、要は盾が HP 関係で、うん、剣が攻撃力関係で、うん、杖がこういう MP があるんですよ。あ、はいはい、MP を上げられるんだろうと、はいはい、で、それと HP と攻撃力をアイテムで上げられる。MP って上げられなかったはずなんですよ。あ、なるほどね。で、攻撃力下げるとそれはそれでめんどくさいことになるので、そうだね、差し出す力は盾でいいんじゃないかなって感じ。わかりました。ありがとうございます。あと、あのメイクスが、なんか先生、優しくてさ、優しくて優しくてんのなんか嫌だけどな。行こうか、そうさ。君は力を望んだ。君は力を差した、あのメイク力を。あ、君は差したんだね。うん、それやっぱり違う。ファイナルアンサーか。うん、そうだ。うわ！めっちゃ浸透した。振動をオンでオフにすればよかった。うわ、めっちゃ振動してる。オフにすればよかった。びっくりした。マジびっくりしたんだけど、振動に。焦った。これは死んでやかな？さようでございます。お、君が手に入れた力、それは戦う力。なぜ攻撃戦う、あ、なるほどね。か、あれですね、攻撃中取り。そう、それで戦うんだ。はい。そしてこれが君の生きる力。緑のゲージは HP ゲージです。なるほど。右のやつね。HP を戦うと、こっち側になります。青のゲージは MP ゲージです。今のは使えない不思議な力なんです。使えないんだ。上げづらい。だから君は使わなくてならない。なんかいるな。はい、君のその力は眠たちと。君じゃ、本作のカットです。お、消えた。敵を倒すと経験値がもらえます。経験値が溜まるとレベルアップします。また敵を倒すときにアイテムを出すことがあります。アイテムに近づくと手に入れることができます。アイテムには HP から来たもの、MP から来たものなどがあります。出てきた。一緒だ。動けないよ。普通らしくのターゲットは絶対になりますが、R1 のロックオン、ターゲットになり続けます。ロックオン中は豆体上にロックオンに出ています。ロックオンするとロックしたターゲットに向かってアクションするため、パークオンドができないことがあります。もう一度 R1 を押すとロックオンを感じします。ロックオン、おらぁ、おらぁ、おらぁ。はい。はい。オッケー。あ、まだいんの？そう、まだいるよ。いた。行こう。テンポよく押すとコンボが高い。なるほど。消えた。いた。で、こうか。このシャドウっていう敵は、はい。地面には敵同士になる。うわ、踏み込まれてる。おー、今度はなんだ、どこだ、え、何これ、え、わかるかな、怖っ。正解は何にもないでした。何もないのかい。いや、不思議の国のアイスとかなと思ったんだけど、違うのか。何？カメラ操作が。ここ入るか。これはフィールドアイコンです。このアイコンにすると、別のものが伝わります。ファンのカーソルを調べに合わせて、アルゴを調べると、目の前のものを選択できます。はい。あ、調べるね。オッケー。これじゃ開けられないや。閉じ込められた。結構調べるコマンド使うんで。へぇ。
宝箱が出てきます。あ、できましたね。開ける。あと今度は三段目に変化します。開ける。あ、カンカン。おー、なんかいろんなのってくるな。大きな曲は押すことができます。押す。あ、動かしてた。あ、こうか。うわー、いけ。パースクスに行きます。で、うわうわ。いいね。アイテムに手に行くと行きます。手に入ったアイテムはアイテムコンで処理すると行きます。なるほど。あ、敵以外のものにもロックオンすると行きます。ロックオンした間に L2 を押すと大敵が行くと行きます。なるほど。ロックオンして L2 で、遅くなる。いいね。これ行けるのか？調べる。開くのか開かないのか。開いたー。待ち構えているのは、なんだ。さあ。待てだよ。まだ扉開かない。え？その前に行くと思ったら知ってよ。船？セーフソフトを押すと、その場からイラスティックで上位されるようになってきます。セレクト。セレクトってどうだ？どうか。え？あ、これセレクトを押すと、それに思います。なんでね。はい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 。一人称してるのね。そう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 。え、この人たちもディズニーキャラクターなの？この人たちは、ファイナルファンタジーとかです。ごめん、ファイナルファンタジーも詳しくないんだわ。待って。俺もよくわかんない。ファイナルファンタジーとディズニーのコラボ作品みたいなやつの、キングダムハーツは。そうそうそう。それすら知らないんだけど、俺は。タワーコンドが発生がありました。ファンのカラスを発生して、俺をスプレッチクルペアに敷くといきます。次にこっちに敷くよ。こちら。発生、あ、こちら。何がしたいんだ？え？え？目指しもやりたい。目指しもやりたい。あ、やった。何？ここで、この質問で、いわゆる早熟か、まあ、要は、トラが、早く育つか、遅く育つか。先言ってよ！あ、言う前に話しちゃった。ごめん。せっかちなもんで。どうしたらしてんの？ちょっと、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 つかったのと。これもか。そうで、今、T、すいませんね。ちょっとさすがにここの選択肢覚えてないんで、私今、アルティマニアと呼ばれる攻略も一見しながら、ね、はい。なんだったかな、落ち。これっすか？どうですか？さっきの質問何選んだ？一番上だと思う。珍しいもの。珍しいものみたい。この心理テストみたいな。まあ、早熟と標準と晩成みたいな感じ。はいはい。分かれるの。はいはい。まあ、早熟タイプだと、本当に最初にレベルが上がりやすいんだけど、はい。いわゆるレベル100？ うん。200が最大なんだけど、それまでの価が多く、あったはず。なるほどね。まあ、晩成だと、逆に序盤レベル上がりづらいんだけど、うん。レベル100になるためのテクニックだった。なるほど。標準は本当にバランスいいね。バランスにすればよかったな。で、一番上ランダとかだったら、うん。なんだ、どっちつかずで。どっちつかず、わかりました。どっちつかずの方はそんなに怖い？疑問すんじゃ思われてますけど。で、最後。ああ、変えないか。見かけて。こっちにいるかな？女の子。こっちに人いるかなと思ったんだよ。行くか。あ、行く。女の子。こっちは。
あなたって一番大切なのって何？人より好きなこと、みんなと仲良くすること、みんなと仲良くすること。まあそうだね、俺もこれだと思う。仲間を思い出すのって大切？大切だよ。珍しいものを望み、やってすかったことを恐れ、みんなと仲良くすることを目指す。うん。あ、押していいんだ。君の旅は、昼中に始まる。昼中？あ、で、これで、要は、まあ、標準というか。あ、なるほど。最後のカードベースで旅をつけるの。まあ、いっか。まあ、いっか。その日は遠くて近い。君は扉を開く、その日は。おあ、これはアイスでしょ。オーロラ姫ですね。オーロラ姫、知らない。オーロラ姫詳しくない。ネネメモディのビジョン。ああ、ネネメモディのビジョンか。なるほどね。なんだ今度は。てっか、まあ、してください。スターズバンスと見開きます。メニュー画面では持っているや施設の国にコンフィグのエンカウントを行っています。ただし、トイレと来てばトイレの間はメニュー画面を開くことができません。メニューオーロ姫？あー、シャドウ。めっちゃ不足ない？え、まあ、ここまで。どうする？使うの？使うんですか？あ、いやいやいや！おい今偶然できたんだけど、うん、タイミングよく攻撃を合わせると弾くことができる。へえ、攻撃によって、まあ、あんまり狙わなくていいですけど、最初はほら、うよいな、アイテム拾いたい。おー、痛い。ほら。終わったか？何やね。そう、アイテム、あ、ね、レベルアップ？セーブポイントです。やった。セーブポイント。セーブポイント？これアイテム、あの、体力回復できます。あ、この輪っかで？そうそう。目で開いてもいい？いよいよ。セーブはできないです、ここで。セーブポイントじゃないとセーブできない。あ、セーブポイントがあるのね。そうそうそう。行こう。お、これセーブポイントです。セーブポイントで言うと、HMP が回復します。ホワンドカースをセーブに合わせて、モブタのセーブに行きます。ゲームを伝えるためには必ずチェックしてください。途中で HMP の方もセーブで登録して始められるので、このユーティリティをお勧めします。そうですね。はい。そういう大事だからね。なんでやらかしたことが。過去のお二人実況でもやらかしたんですかね。違うゲームでも。じゃあ一回時間もいい感じで区切っていいですか。区切りましょう。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。頑張ります。